表がある。発表先日これがナンバーみたいなありました。それで谷崎が、はい、まあとりあえず今だけやけど、まあ、暫定って形で暫定チャンピオンになって、はい、暫定王者、はい、その防衛戦が、あ、防衛戦、はい、そろそろベルト返してもらわなあかんから、そろそろそうですね、その防衛戦をやる日にちが決定した、はい、よく考えてな、はい、今度初めて日曜日にやって、やりました。日曜日にまあ普段はない、まあ、サタデーナイトしかやらんこれがやな、日曜日はなかったこれがな、日曜日開催した、そしたらどうなってた、はい、分かる、はい、ペーパービュー、ペーパービュー売れまくり、売れまくりな、ツイキャスあんだけ売れたやろ、はい、それだけじゃない、それだけじゃない、プロレス良かったの、ね、SNS とか別にどうでもいいね、あ、どうでもいいだ、業界誌とか、はい、業界のマスコミにめちゃめちゃ取り上げられるかって言ったら、はい、別にそうじゃないかもしれない、し、別にそんなん期待しない、なるほど、ところが、はい、これがラウンドでやったら、お前何新聞のお前言ったって、何朝日新聞や、それだけ俺らのやってることが世に広まってる、だから、はい、この熱が冷めへんうちに、はい、2ヶ月後、3ヶ月後だったらちょっと長い、まあ、ちょうど1ヶ月後ぐらいできちゃうかなと思うので、それで、はい、10月日曜日、防衛戦、はい、日曜日、時間を見て、時間を見て、はい、そしてまた、はい、ペーパービューやるからな、明日から日に日にいろんな情報の小出しにしていく、はい、で谷崎の防衛戦まで谷崎はしっかりとベルトをクリーングラスで綺麗にして、はい、首をしっかり綺麗にして、はい、洗って待っとけ、はい、俺らが面白いことをどんどん発表して、10月3日は10月3日はこれが史上、はい、最大のあれをその辺に、この辺にあの辺と、はい、2箇所に設置して、おい、はい、あれするから、はい、楽しみにしとけよ、このダーカ。